CO、KO は日本のラッパー、お勉強ラッパーユーチューバーとしても活動している。小学校2年から5年生の間をアメリカで過ごす。18歳の時、受験が終わって暇だったことから、TBS テレビ系の番組、学校へ行こう、のオーディションに応募した。2002年、慶応義塾大学理工学部1年の時、番組内の B、ラップハイスクールのコーナーに出演。 お勉強ラップを披露したことでブレイクした。CO、KO の芸名は番組ディレクターによる命名で本名の名字、コート、ステディ &CO をかけたもの。テレビ番組の終了とともにテレビ出演も終了。大学卒業後は金融会社に就職。会社員のから YouTuber として芸能活動を再開。 渡辺コメディスクールを26期生として卒業する。2018年5月に10年間勤めていた金融会社を退職。歌ネタ王決定戦2018にて準決勝に残る。2019年1月、ザゾタウンの前澤智作社長がツイッターで実施したお年玉企画に当選し100万円を獲得した。CO、KO、はツイッターで万もらえたら全額。 中学教科書のラップ化費用に充てるとツイートしており、資料や機材の購入に充てるという、渡辺エンターテインメントに所属していたが、2019年3月に退所。2019年4月30日、B ラップハイスクールに出演していたメンバーが集まり、東京、阿佐ヶ谷ロフト A でライブが開催された。2019年からは、稼ぎ隊がゲトルカネというチャンネルで、 CEO、隊長としても活動中。ありがとうございます。